ロドレスとかね、知らない方もたくさんいらっしゃると思いますし、僕も、今までこう歩んできた道、これからいろいろとお話しさせていただくんですけれども、最初にね、どんな感じでこうロードレースっていうものに対して自分が、魅了されて、その中で、こう世界を目指して戦ってきたというところで今日お話しさせていただきたいと考えています。今ので大体なんかつかみは OK なんですけども、もうちょっとね、今は全日本選手権というね、日本一になるレースに対してフォーカスしているんですけども、もうちょっとね、僕が、自転車を始めて、ヨーロッパに行ってというところの話から、生命外食、そして、世界へと出ていった、話をこれからさせていただきたいと思います。現実ですね。僕が、小さな頃というのは、本当にたくさんの、夢があり、多くの夢中になれることがあり、他の子たちとはちょっと大きく違うなって思いながら、生活をしていました。というのは、僕は勉強がとても苦手でした。勉強というのは一つつまずくとその後わからなくなるんですね。戻れないんですね。戻ることが恥ずかしいとか、誰かに教えてくれっていうのが恥ずかしいだとか、塾に行かないとわからないとか、学校の授業に一回でもつまずくとその先の授業が何か面白くなくなってしまう、そんな子供ながらに勉強がすごく苦手で、勉強したくないなっていつも思ってました。学校の宿題もほとんどやりませんでした。だけど僕はなんかやっぱり夢中になれることがたくさんあったんですね。そのたくさんあった夢中になれることっていうのは誰にも邪魔されたくないんですね。なぜならばそこに入っている時っていうのは、その世界に入っている時っていうのは自分がなんかこうハマっている時なんですね。ハマるっていうのは何かっていうと、皆さんもね、夢中になれる時って何かしらあると思うんですよね。なんかそれをやっていると時間を忘れてしまうとか、それをやっているとなんか他の人が何をしていても関係なく自分がこれをやっていることが幸せだったり、なんかそういう誰にも邪魔されたくない、そんなものが僕にとっては運動でした。体を動かすこと、それが僕にとって唯一他の子と全く違う部分だなということを思っていました。そしてそれをやっている時というのも本当に一日中や体を動かしていても飽きることはなかったんですね。そこには例えば、僕が小学校の頃、僕長野県出身なんですけれども、休みになると学校にみんなで集まってサッカーをしたり野球をしたり、していましたけれども、野球をやったら、ね、絶対にストライクを取りたい、バッターになったら絶対ホームランを打ちたい、なんかもう自分にとっての理想みたいなものがやっぱりそこにはあって、それを自分が
達成するまではずっとずっとそこに執着していたい、まあ、諦めたくないというような強い意志で、体を動かしていました。しかし現実的にはなんか好きなことをやっていると怒られたりとか、勉強しなさいって言われたりだとか、遊んでばっかりいたら将来困りますよ、そう言われてました。そして、ある程度、時間も制限されて、例えば僕が子供の頃っていうのは初代のファミコンが出た時期だった。もうファミコン大好き子ばっかりなんですね。でもまあうちはファミコンを買ってもらえなくて友達の家に行くんだけれども、時間がやっぱり制限されていて、遊ぶ時間もやっぱり制限されて、なんか勉強になると他のことを比べられて、なんかすごくこう自分のなんかやりたいことと現実のギャップというものが、強く感じた、子供時代を過ごしました。そんな中、先ほどの映像にもあった通り、僕が休日に母親とテレビを見ていた時に、たまたまツール・ド・フランスのレースをテレビで見ました。ツール・ド・フランス、まあ多くの人が知っている世界的規模のレースですけれども、まあ、21日間かけてフランスをねほぼ一周するんですね。もともとはレキップという、まあ、新聞社と、レキップで、ね新聞社が始めたイベントなんですけれども、自転車によってどれだけこう過酷な、ことができるかみたいなこととか、まあ、それで旅をするんだとか、まあ、それで地方を紹介するみたいな、なんかこう、ミシュラン的なノリですよね。始まったイベントですけれども、今や本当に世界イベントになってまして、距離はね、昔は1日に300キロとか、レースというよりも、まあ、サイクリングイベント的なものが始まりなんですけれども、今は本当に過酷な21日間、2800キロくらい走る、非常に過酷なイベントなんですけれども、それを見た時にかっこいいな、なんか単純にそう思ったんです。何がかっこいいかというと、日本では見られないような山岳地帯の中を自転車の選手たちが走っていて、この人たちってこのスポーツで食べていってるんだって思った時に、僕はなんかこれだって自分の中で夢、自分の夢として感じたんですね。なぜまた自転車だったかっていうとですね、もう一つ理由があって、僕は中学生の時にテニス部でした。テニスはね、今錦織選手とか、本当に世界と戦っている世界のトップの選手いますけれども、まあ多くの選手たちが諦め、彼が一人世界トップとしてやっている、本当によりすぐられた一人ですけれども、自転車選手って聞いたことなかったんですね。聞いたことがないということは競争率が少ないということなんですね。そして自分が憧れられる運動だ、スポーツだって思ったんです。なので僕は
本当になんとなくなんですけど自転車選手になろう、本当に、口から出てしまったぐらいの感じで、自転車選手になろうと思いました。ですけど自転車選手になろうと思っても自分は何をしたらいいかわからない。とりあえず自転車を乗らなきゃいけないから、どんな進路を歩めばいいか、なんか日本には自転車部っていう自転車部のある高校がある、各都道府県に最低でも一つか二つはあるんですね。僕が生まれ育った長野県にも、長野市というね、一番北の市で生まれましたけれども、長野工業高校という、高校に、自転車部もありまして、県の中では結構多くて4校から5校ぐらい 県内に自転車部のある学校がありました。そんな自転車部に入って、自転車に乗る生活が始まった時に、僕は一つこうなりたい、自分が将来こうなりたいって思う夢、まあ明確な目標ですねっていうのを自分の中に持ちました。それはテレビを見ていていいな、こうなりたいなって思った一つのシーンでした。それはものすごく単純で、表彰台の上でその日勝った選手が満面の笑顔でガッツポーズをしながら最後にいる、ミスの方、コンパニーの方ですけども顔にキスをされてたんですね。もうこうなりたいと思ったんですね。すごいと思ったんですね。もう本当に自分の中で、そこがゴールだと明確に思ったんですね。これは、僕の中で一番でゴールするとか、それそういったこと、そういった漠然としたことではなくて、あの表彰台の上で、あの満面の笑みで、自分が世界に対して俺がやったんだぞっていうのを喜びを表している、そういう明確な自分が僕の中で作り上げられるんですね。なので、どんなことをしてもいいと思いました。優勝してもいい、例えば敢闘賞を取ってもいい、何でもいい、どんなことをしてもいいからあの表彰台に登りたい、そう思いって僕の自転車人生っていうのはスタートしました。もう考えられないぐらい、朝から晩まで自転車のことばっかり考えてました。学校生活の中で、レースというかね、レースイベントというのは、インターハイとか、地域の新人戦だとか、国体の予選ですとか、国体本番ですとかたくさんあるんですけれども、僕はあまり優秀な方ではありませんでした。学校ではね、一番になれ慣れたぐらい運動の能力は高かったですけども、県になってくるとまたレベルが一つ上がり、そんな中で自分がね、あまり自分の思ったように走れない、結果を出せない時期っていうのがありましたけれども、僕はそんな時も自分がこうなりたいという夢というのはやっぱり世界のあのレースで表彰台に出したいという全くかけ離れたところの夢を自分の中に持ちながら自転車に乗る生活が続いていきます。
そんな中で自分にとって今何が必要なのか、夢を見ることはいいんです。ただ今の自分に必要なことっていうのは多分自分の目の前にある目標一つ一つをしっかりとクリアしていくこと、そんなことなんじゃないかなと思いながら、全く結果が出せないまま、僕の高校生活というのは終わります。当時雑誌を開くとですね、自転車関係の実業団、まあ、日本でね、生まれて日本で、ね、自転車競技を始めた以上、高校を卒業して自分が自転車を続ける方法というのは実業団のチームに入ること、もしくは大学に行くことしかなかったんですね。で、当時実業団チームの採用規定に、大卒って書いてあったんですね。大学行かないといけないのか、一応、私立大学で大学の推薦で入れる大学っていうのは、いくつもあります。明治大学とか法政大学とか、慶応、日大なんかあるんですけども、僕どこにも引っかからなかったんですね。どころか、同じ年代の子たちとロードレースをした時に最高の順位が32番でした。大学の推薦もらえるのは大体トップ5、6ぐらいに入った選手たちは、まあ、大学推薦もらえる選手だったので、本当に、各都道府県の高校の先生というのは子どもたちにすごく練習をさせて、大学に行くという進路を選ばせることが主流でした。まあ、今でもそうですけどね。僕は学校の先生、顧問の先生がね、いないぐらいの学校だったので、全くそんなことも知らずに、ダメだったな、どうしようこの先、と思ったときに、たまたま、東京のクラブチームの方が声をかけてくれて、拾ってもらって、1年だけ東村山というところに住みながら、東京のそのチームで実業団のレースを走って、その夏に初めてヨーロッパ遠征をしたんですね。僕は2月生まれで、まあ、早生まれですね。日本の学校だと、3月31日で、学期が変わるので、2月27日生まれの子というのは同じ学年の子たちの中で非常に成長が遅い立場にいたことをその時初めて知りました。それまでは同じ年の子たち、もしくは学年の上の、人たちにも負けない体力があると僕は思っていたんですけれども、やっぱり呼びすぐられた全国の選手たち、やっぱりその数ヶ月っていう、例えば半年っていう子どもの成長でいうとかなり大きな差が出る年に、自分が結果を出せなかったという、まあ、一つの悔しいことでもあるんですけれども、まあ、しょうがないことだなと自分の中で割り切りました。ただこの僕が大学行かなかったというのは僕の人生においてものすごくプラスに働きました。初めてヨーロッパに行ったスイスに1ヶ月ほど行ったんですけれども、ワールドカップで13番に入りました。世界のトップ選手たちが集まるレースで10番そこそこで
ゴールができたことに僕はものすごく手応えを感じました。僕日本にいちゃダメだなって思いました。日本合わないなって思いました。これは僕が勉強合わないなっていうのにすごく似てました。自分にとって好きなこと得意なことっていうのはなんかこうたまたまたくさんの人たちと何かをやったときに他の人たちよりもちょっと優秀なだったなんか他の人たちよりも得意だったっていうだけのことなんですね。僕はねそこを伸ばしたいな、自分で伸ばしたいな、そこが自分の一番のアピールポイントだな。でその時なんか気づきました。不得意なことはやめようと、不得意なところを一生懸命やっても100点取れる人に対して20点の人が一生懸命やっても40点、60点までしかいかないですよね。したらこの60点のあたりって一番競争率高いじゃないですか。ものすごい頑張って競争率の高いとこぐらいまでしかいけないぐらいだったらそもそもいいものをちょっと伸ばした方がトップに近いですよね。そうするともっともっと自分の価値が高まるんじゃないかなと思いました。まあ、そんな中、僕も生活をしなければいけない。その生活を支えてくれたのが、私の母親でした。まあ、僕以上に一生懸命になってくれた母は本当になんか雑誌の隅々まで見て高橋なんかあそこでレースがあるらしいよとかここでこんな日本のトップの選手のイベントがあるから見に来てみようとか本当に一生懸命になって、自分と同じ道を、まあ、歩もうとしてくれた。まあ経済的支援もそうですけれども、まあ、そういったね自分の気持ちを前向きにしてくれるような自分の心の支えになってくれました。修善寺というところで伊豆のレースがあった時は、僕が自転車を始めたということで、ステーションワゴンを買いました。まあね、経済的にうちは、父親が僕が6歳の時に、他界しまして、母親は女で一つで生活を支えてくれて、まあ、そんな中で、ね、自転車を買って自転車編成して、レース編成して、まあ、お金的にも結構苦しくて車にね、布団を積んで、2人で一晩レース会場の外の駐車場で寝て次の日レースを走って帰るようなそんなこともありました。そんな中で母があまり手を出さない場所っていうのはちゃんとありました。それどういうことかというと、まあ、専門的な知識があるとか、例えば自転車をいじれるかって言ったらいじれません。僕がなんかスポーツ選手ってこういう食事をした方がいい、今日はこういうものが食べたいって言っても、もともと僕が今日どんなトレーニングをしたかも知らないし、僕が何を欲しがるかもわからない。まあそんなところは母親ね手を出さないようにしてくれました。逆にそれを僕は自分でやらなきゃいけないなと感じて、
僕はで、料理の勉強をし始めました。なんか自分が必要なことは自分で知識を得て自分でやろう、自分でやった方が自分が納得いく結果が出るんじゃないか、そんなふうに思ったからです。そんな必要な時に必要なだけ、必要としている時に必要な分だけ声をかけてくれる母というのは、僕が小さい頃とは正反対の母親でした。僕が小さい頃というのは勉強しないと本当に怒られて、夜遅くまで遊んでいくと本当に今ではね、怒られてしまうぐらい頭を引っ張られた経験が、あります。ある日、頭を叩かれるとすごく痛いことに気がつきました。それはですね、母親には指輪がついていて、指輪が当たるんですね。そして頭が痛いんですね。そしたら次の日から母親は殴ることをやめるんじゃなくて指輪を外すようになりました。まあ、そんなね、古い記憶もあったんですけれども、なんとなくこういった僕が自分の人生を歩み始めてから母親っていうのも少しずつ少しずつ、変わっていきました。僕がヨーロッパの2階の地に入った時、今のようにインターネットで情報を得るようなこと、できませんでした。全く。今ならね、不動産でさえ海外で抑えることもできる世の中になりましたけれども、当時何かやっぱりこうコネクションがなければいけないという中で、僕は、19歳の時に、初めて生きたのは18歳の時だったんですけど、先ほどスイスに行ったのは、19歳の時に、1年間、まあ、10ヶ月ですね、イタリアのミラノの東60キロぐらいのところにベルガモという町があるんですけども、学生の町です。そこに10ヶ月来ました。僕が所属したチームというのは、24歳、25歳の選手たちがほとんど占める、23歳以下、アンダー23なんですけど、23歳以下がアンダー23、24歳、25歳がエリートと言われるカテゴリーですね、イタリアで。僕はその24歳、25歳のカテゴリーの選手が多いチームに入ってエリートのレースを走り始めて、もう全てがもうどうしようもなく何もできない、もうモンスター級のレースばっかりでした。年間で60レースぐらいしたと思います。もう手で数える、片手で数えるぐらいしか結果を出せませんでした。どうしようかな、どうしたらいいだろうか、真剣に悩みました。なぜなら僕はこのイタリア遠征が始まる年、シーズンが始まる前ので、1月2月ぐらいですね、チームと合流するときに、自分の生活費、レース活動費、もろもろ含めて、180万円というお金を払っています。その180万円は、僕自身で母親の口座から下ろしました。
なんかこう心が震えるというか、180万円って多分大人になっても思ったことないです。でも僕が生きていく、自分がやりたいことを貫くためにこんなにたくさんのお金が必要なんだなって思ったら、これをどう納得させられるものとして親に返せるだろうかっていうことを真剣に考えました。僕が返せるものっていうのは結果でしかないです。自分の夢に対して僕は今年どんな結果を出すのか、まあ、勉強で言ったらね、どこどこ大学に受かるためには何点必要で、じゃあこう学校のテストで何点取らなきゃいけないのかみたいなところですよね。合格ラインに入っているのだろうか、果たして僕は180万円を使って片手で数えられるぐらいの点数しか感想ができないことに対して、すごくこう心が痛みました。ただもともと分かっていたことといえば分かっていたことなんですけど、現実的にそういうところに立ったときに、なんかすごいこう親に対して申し訳ないなっていう気持ちがあったのは事実です。それでも自分が目指したところっていうのは、チームメイトに認められること、チームに認められること、そして親に認められたい、そんな思いでイタリアという地をまあヨーロッパという地を自分が生きる場所として決めました。だからといって意外となったわけじゃないです。これはですね、イタリアというのはすごく古い国で、おじいちゃんが言っていたことは全部正解みたいな伝統がある国です。昔の選手っていうのはやっぱりすごくこう、食に対する知識も薄かったですし、例えばパスタ一つとっても塩で茹でたパスタにパルミジャーノとオリーブオイルをかけて食べるだけの、まあ、パスタビアンカですね、白いパスタですね、が普通に選手が食べる食事、ここに、葉野菜、塩コショウ、豚か鶏のグリル、塩コショウ、フルーツが毎日毎日昼晩と出てくるんですね。僕は最初はそうなんだなって思っていましたけれども、イタリア人、そこに、来ていたイタリア人がこんなものを食べて、生きていかれないと言って、近くの選手が、ね、帰ってしまって、遠くから来ている選手、シリアから来ている選手、ロシアから来ている選手、カザフスタンから来ている選手、僕の3名はそこに残らざるを得なかったので、そんな生活をしていたら痛いようになりました。この時僕は初めて疑問に思いました。こんなのでいいの、スポーツ選手って思いました。それは僕が37
3歳の時に解決した疑問でした。それをまた後ほどお話をします。ヨーロッパに行って自分の夢を追いかけて、こう順調にというかね、人生を歩んでいると見えますけれども、挫折することってたくさんありました。なんか恋愛とか、家族の不幸とか、僕にとって結構苦しかったのは恋愛でしたね。僕は8歳の頃から、36歳までほぼシーズン中ヨーロッパで生活をするという生活をしていましたので、恋愛なんかできない、なかなかできない。逆に、うまくいかないようなこともたくさんあって、若い時に言うと本当にそういうことが苦しいんですね。なんかそんなことって言ってしまったらそれまでなんですけども、僕はというか、僕にとって恋愛というのはすごく、自分を高める一つの材料でした。僕は当時、付き合っていたというか好きだった女性が8つも上だったので、年の差は結構あったので、なかなかここ自分というものを表現することが伝わりにくかったり、でもなんか自分が成長していく中でなんとか相手に近づきたいとか、本当になんか僕その思いだけで、最初の頃は、ホームシックにかかっても、頑張り続けられるなんか原動力だったなって思います。なのでなんか単純に自転車に乗らないだけではなくて、やっぱりそういった全ての気持ちとか、体、頭もそうですし、そういったものが満たされていくことっていうのは自分にとってすごく大事なことなんだなっていうことを感じました。そしてそういったことをね、理由に何かを諦めるようなことは絶対にしないということを決めたのもその時でした。それでもシーズンオフになって日本に帰ってくると友達に会って、大学生活の話、社会人としての話、いろんなことが話をしていると、全く自分と噛み合わないですね。全く違う生活をしているので、なんか周りがね、本当にこう周りがこう順風満帆なというか、楽しそうな生活をしているように、聞こえたことも僕にとってなんかこうモヤモヤとした気持ちはあったんですけれども、だんだんそれも年を追うにつれて少しずつ変わってきました。ちょうど大学を卒業するぐらいの年ですかね、24歳、25歳ぐらいの年、23歳、24歳ぐらいの時に友達と話をしていると、まだやってる、みんな言うんですね、まだやってたんだ、まだやってるね。僕は初めて日本のレース、日
ヨーロッパに行ってから走ったのは19歳の時、20歳の時ですかね、20歳の時でした。日本のトップレース、実業団のレースで、2位と3位に入りました。昔走っていた頃から考えると全く考えられないぐらい周りが、弱く見えたっていうとちょっと言い方悪いですけど、えって思うぐらい差を感じました。そしてその瞬間僕は、あ、ここは僕の場所じゃないなって思いました。でも僕はその時お給料というのはもらえてませんでした。ヨーロッパで活躍してヨーロッパのチームと契約を結ぶまでは給料は入ってこないからです。もし日本のチームに入ったらすぐにでもお給料がもらえて生活も楽になって、もしかしたらそのまま続けていれば日本のトップの方である程度こうお金をずっともらいながら、ね、自転車選手が釣り続けていけたかもしれない。ですけれども僕はあえてそこは選びませんでした。なぜかというと最初に話した通り自分の目標というのはここだと決めたら、それをそこを目指して突き進むっていうことが大事だと思ったからです。そんな中で、母親が、具合が悪くなりました。ちょうど2001年ですね、僕が次の年の契約をどう取ろうかな、まず考えました。なぜならば僕が自転車選手として歩んでいるためには次の年を自分が走るための受け皿を作らないと自転車選手として続けていくことができないからです。生体管理職っていうのはどれほどの手術なのか全く分からなかったですけど、僕が最初に考えたことは手術をどう乗り切ろうかではなくて、どう自分が選手として生き続けようかと思ったこと、そして母親を説得すること、その2点だけです。僕と姉が病院に呼ばれて長野の日赤病院だったんですけれども、ちょうど休日の外来で誰もいないホールの中でその話をしているときに、なんかやっぱり家族全員がどうしたらいいんだろう、そんな状態の中で唯一その困難を突破できる方法というのが生体管理職だった。そしてそれは家族である私たちが、私と姉がいたんですけれども、提供することができる。もうそこに行くしかないでしょう。で僕は心に決め、そして
自分が選手として諦めずに自分の夢をつかむための方法を考え始める。もう気持ちは前に向かってるんですね。当時、私の姉は大学生でした。そして僕は今まで通り、選手として生活にかかるお金っていうのはだいぶ少なくなってきて、チームと契約してヨーロッパの遠征する遠征費を出してもらったり、お給料こそなかったですけども、そういったところでほとんど支出がなくなり始めてたんですね。なので唯一働いていた母親が倒れてしまうと、もうこの宮沢家っていうのは、全く動かなくなってしまうぐらいのどん底だったんですけれども、それでも希望があるんだったらそこを突き抜けたら、もしかしたら何かいいことあるかもしれないじゃん。そう思って僕は母親を説得して、手術することを決めました。自転車レースもそうなんですけども、悪いこともあればいいことって絶対その後来るんですね。どんなに苦しい状況でも我慢して我慢して諦めずに歯を食いしばってたら、いつか好転する時って来るんですね。だけど好転した時に、ああよかったって思ってしまうと、そこの勢いって、せっかくの悪いところから出た勢いっていうのは衰えてしまうんです。なので悪いところから出た勢いで突き抜けられると、その好転度合いっていうのはすごく良くなるって僕は信じてるんです。今でも信じてます。なので絶対この危機を家族で全員で乗り切ったら、自分たちにとって何かいいことがあるんじゃないかな、そう信じて、手術に臨むことを決めました。お医者さんも信頼できる方で、僕が次の年の契約を取るために、最初は5月ぐらいに手術をしたいという話だったんですけれども、少し伸ばしてもらって、7月8月あたりに、手術を持っていけないかと、そうすれば僕は、5月の末までレースを走って次の年の契約を取って手術をして、冬の間に回復させていって、次の年のスタートが少し遅れたとしても夏ぐらいから走れるようになれば十分に可能性はあると、僕の中では算段取りました。なんですけれども、手術にが始まるというのがたまたま何かで、ね、遅れてしまって、5月から6月までレース活動を伸ばすことができたんですね。で僕は5月までに契約を取る予定でいたんですけども、契約が取れなかったんですね。なので6月のレースでもう一つ大きいレースを一ついい結果出して、次の契約につなげる、話を他の、ね、そのチームに対して持っていったんですね。ヨーロッパで活動しているチームに対して持っていきました。ただ僕はね、断られてしまいました。なぜならどのぐらい走れるかわからないから、手術をして
そんな選手と契約できませんって言われました。ただ僕はヨーロッパに行かなければ全く意味がないとずっとずっと心の中に思っていたので、浅田さんという方なんですけど、浅田監督に対して、何回もメールを送って、その度にいやちょっと難しいかもしれない、もう来月には決まってしまう、もう選手ほぼ確定したので他の可能性を探してくださいというのが10月くらいまで続きました。最終的に僕は手紙を送りました。自分の思いをすべて、自分の気持ちをなんか字で表現したかったからっていうのと、なんか伝わってほしいな、ただそれだけの思いで、手紙を送り、次の年の契約をなんとか、取るところまで持ってきました。ただその間、会議職から終わって、そういったね、手紙の、メールのやり取りやってるときに、回復していく自分っていうのが改めて遅いなっていうことに自分で少し焦りを持っていた時期でもありました。僕が初めて体をというか、生活をする中で、体を動かそうと思ったのは、アルバイトを始めることでした。術後1ヶ月過ぎですね、ちょうど退院してからです。僕はイタリア料理屋で、バイトをしていることが経験があったので、同じくイタリア料理店、違うお店ですけれども、ちょっと本格的なイタリアンを出しているお店に入りました。そこで僕が始めたのは、皿洗いですね。なぜかというと、体的にも奥にいて、こう表に出てこなくてもよくて、自分でその場で全てがこなせる仕事というのがそれだったからです。ただ1時間経っているとだんだん体が重くなってきて、もう息切れをしてきて、立っていることすらできなくなってきてしまったんですね。なのでこれはまずいなと思いました。結構厳しいかもなって思いました。体ってどのぐらい回復するんだろう。自分の、予定では来年の夏には走れるようになっているはずって思っているけど、そんな中3ヶ月お医者様から運動はしないでくださいという話を、聞いていて、2ヶ月半ぐらいもう体を動かし始めたんですけど、なぜなのかというと、お腹っていうのは切ると、切った場所が治ろうとしたときに、くっついてしまうんですね。例えば内臓と、筋膜、腹筋の筋膜がくっついてしまったり、するので、こう筋肉を動かしてあげないといけないですね。そうしないと内臓が筋膜のところにくっついてしまって、あまりこう運動に適さない、状態になってしまったり、ある程度その筋肉を動かすことによって、回復を促進させるっていうこともあって、そんな選手として復帰するための考えられる、
本当にありとあらゆることをやりました。特に腹筋なんか僕は1日3時間ぐらいやってました。3時間っていうと3時間何やってんのって思うかもしれないですけど、腹筋って YouTube とかで調べると数限りなく出てるんですね。50個ぐらい出てるんですね。で1つ1分 やったとしても50個あって1つ 6分やったらで インターバルで入れたら、まあ、4回ぐらいやったら3時間ぐらいすぐなっちゃうんですね。まあそんな形で復帰に向けて、まあ、人生をね一からもう一度スタートする、そしてヨーロッパのレースをスタートするというところまでなんとかこぎつけて、母親も、仕事に復帰をして、なんとなくあのどん底だった病院の片隅で、まあ、3人下向いていた時に比べたら本当にようやく自分たちのスタートラインに立ったなって思えたことがその半年後ぐらいでしたね。ただが元に戻るっていうのはなかなか難しいことで、そのスポーツ特有の故障っていうのがあるんですね。自転車でいうと膝の故障が結構多いんですけれども、僕も例外なくその膝の故障にやられました。これを克服するのに2年かかりました。そしてその間のレースで思ったような結果が出なくて、チームを解雇されました。まあ、戦力外通告ってやつですね。もうお先真っ暗というか、もう本当に自転車やめようって初めてその時に僕の中で初めて本当に自転車やめようって思いました。ただその時に、まあ、所属していたチームの監督に、まあ、次の年でフランスのアマチュアレースで一勝したらもう一回チャンスをあげるから帰ってきてもいいよって言われました。ただそれまでようやく経済的にも自分で独り立ちできるようにこう水面の上までは行かなかったんですけど、ちょっと下ぐらいでまで来てた状態でまたこう下に落ちた状態、自分で自分の生活を支えなければいけない、まあ、親に、お願いしなければいけないという中で、僕の中では自分で選択することがそこではできませんでした。親に頭を下げることはできませんでした。ただ母親はそんな状況を見て、もう一年行ってきたらお金を出すから、って言ってくれて、僕は1年フランスのアマチュアチームでレース活動を始めました。まあ、チームメイトにも恵まれて、僕もフランス語、まあ、そこそこある程度は話せたので仲良くなって、レースに連れて行ってもらって、ね、フランス広いですけども、やっぱり熱心な親御さんでいて、そういうことたまたま仲良くなったので、レース先生とかね連れて行ってもらって、
レースを走っていたんですけれども、なかなか結果が出ない状態は、続いてました。ただそんな中で、クレルモンフェランというところで、僕がその以前所属していたブリヂストンというチームに、の合宿があるということを、チームメイトに聞いて元チームメイトに聞いて、行きました。僕今まで自分でこれがベストだって思っていたトレーニング、自分の中でこのぐらいやっとけばいいんだっていうものを全て一回壊そうと思いました。なぜならば結果が出ないということは何かがおかしいということだと思ったんです。例えばテストも点数が取れないとしたら、多分勉強の仕方とか自分のなんか生活パターンとか何かが間違っていると思った方がいいと思うんですね。単純に自分が一生懸命やってるからこれが全てなんだ、これがベストなんだって思ってしまったらもうそこで終わってしまう。そうじゃなくてこれはベストじゃないんだっていう自己否定を入れることによって、全部自分が今まで信じてきたものみたいなものは捨て去る、そして新しい自分というものを構築しようと思うことに初めて気づきました。その合宿で僕は自転車に乗ってて初めて涙を流しました。どんなに辛くても悲しいことがない限り僕は涙を流したことっていうのはなかったんですけれども、その時初めて流した涙っていうのは辛すぎて泣きました。辛すぎるっていうのは何でしょうね、苦しくてじゃないですね。なんかあのオリンピックでジャンプの原田選手が崩壊したっていう、泣いてしまっている状態、自分の中が全てがこうなんか崩壊したような、そのぐらい、自分を追い込むことによって、逆に昔のチームメイトにそこまで追い込んでもらって、初めて僕は自分の殻というものを破ることができました。そしてその後人生を変える一生をすることができました、次の年からね、またそれで復帰してヨーロッパへの遠征が始ま、ブリヂストンのチームとして始まったんですけれども、なんかその時見えたことって何かっていうと、いいこと、良いスパイラルっていうのは自分にとってハマるっていうのを次から次へと当てはめることなんですね。こういう時はこういう対処の仕方をしたらこういうふうに良くなるだろう、こういう時はこういうふうにこういうこと、こういう例えばなんでしょうね、体調がこういうふうに悪いなって思った時にインターバルをするべきなのか、ちょっとゆっくり短い時間乗るべきなのか、ゆっくりでもいいから長い距離乗るべきなんだろうかみたいな、そういう自分が今日何をしようかっていったときに自分で迷うことなく選べる、今の自分の状況を肯定させるためにはこういうことが必要だっていうものを常に常に自分の先に置き続けることで、いいスパイラルっていうのはつながり続けるんですね。なので一喜一憂しているときっていうのは、だから良かったりダメだったりするときっていうのは
自分がどうしたら好転していくんだろうかっていうものが分からない時なんじゃないかなということに、僕は初めてその時気づきました。そして、まあ、プロとしてやってる人たちっていうのは常にいい状態をキープする。ちょっとダメでも自分が思ったよりもちょっと結果が良くなかったとしても、修正を入れた結果ちょっと良くなかった、なので元の状態から考えると結構いい状態です。まあ、この状態を作り続けることっていうのが、まあ、プロフェッショナルとして非常に大事なことなんだなと思いました。そして、オリンピックほとんど日本でレース活動をしてこなかったので、僕のレースっていうのをね、母親を見ることはありませんでした。そして、やはり、生体肝移植を免疫抑制剤を使ったりしていると、風邪をひいただけでもあまり良くない、あまり入院しなければいけなかったり、そんな状態だったんですけれども、僕オリンピックに行きたいと思ったことっていうのはそんなに強く思っていなかったんですけど、母親がオリンピックに行けるんだったら連れてってあげたいなって、なんかちょっと初めて思いました。なぜならばオリンピックっていうのは自転車を知らない人も知れる機会だからです。2020年東京オリンピックが府中をスタートしますけれども、自転車ってその辺走ってる人見るけど、そういうなんかちょっと本格的な外国人の世界のトップレーサーが来ているって聞いたら、あ、なんかどういう人たちなんだろうってもしかしたら思うかもしれません。それが僕はオリンピックの強さなんじゃないかなって思います。その競技を知らない人でもなんかちょっと見てみようかなって思える、そのオリンピックイベントに出るためにアジア選手権が奈良で行われました。ものすごいプレッシャーでした。日本で、オリンピックの選考にかなり、まあ、重きを置かれるレースだったので、まあ、そのレースで僕は3位になり、オリンピックへの、まあ、切符を手にしました。中国の開催ということで、僕の友人が、まあ、中国語をしゃべれる友人が、母親と一緒に行ってくれるということで、母親はほとんど見たことがない僕の走っている姿というのを北京で見れる。そして僕は、日本代表として他の人が行った方が良かったんじゃないのって言われないためにもそれなりの準備をしなければいけないなと思いました。僕は上りが苦手だったんですけれども、北京のコースというのは非常に上りのきつい、会場でした。同じ上りを再現するために、まあ、僕がそのレースに対してどうアプローチするかというところで同じような上りを、探すために Google マップ、今だったらね、あのストラバっていう、アプリを使うと
こう標高差とか勾配とか出てくるんですけど、その当時はそういったことがなかったので Google マップでポインターをレースコースに置いてきました。そうするとそこの場所の標高が事細かく出るんですね。なので50メーター置きぐらいにポインターを置いて自分で高低図を書いたんですね。でそれと同じ場所を、僕はタイに合宿に行ってたので、そのタイの中で、探してそこでトレーニングをしようと、そういった準備から始めました。多い日で日に320キロぐらい走りました、320キロ自転車で走ると結構な距離です。車でも多分結構大変です、高速道路だったらすぐですけど、下道を走ってみると多分分かるんじゃないかなと思います。そんな中で僕は自分の体脂肪率を 3% に落としました。 3% に落ちると風邪ひくんじゃないの、大丈夫なのって聞かれるんですけれども、全く問題ないで僕の中では思ってました。なぜならば練習がきつすぎて、風邪をひいてるんだったらもっと手前でひいてるって僕は思ってたからです。その練習の最終に風邪をひくんだったらまだしも、練習が終わって回復している時に風邪をひくことは絶対にありえないと思います。なぜならば免疫力が回復してきているから。そして、オリンピックのスタートラインに立った時に僕はこの中の誰よりもトレーニングをしてきたっていう自信がありました。もともとの実力差があるのでその差を埋めることはできませんけれども、自分以上にこのレースにかけてトレーニングしてきたやつはいない、そう思えるようになったときにスタートラインで緊張することっていうのがから解放されました。なぜなら自信を持っていいからです。そこに対して自分が一番頑張ったって言えたら、絶対的な努力をしてきたなら緊張する必要なんて全くないんですね。まあ、レースもそうですけども、本番っていうのはもう水物なので、その本番に何とかすることってそんなにたくさんできないんですね。もう問題はどんな準備をしてきたかっていうことだけが全て本番に出ます。なので僕はそのスタートラインに立った時に、スタートラインに立つ時はこの中の誰よりも僕は練習してきたっていう自信を持ってスタートラインに立とうとその時感じました。そこから僕の人生っていうのは一転しました。ちょうど2008年ぐらいですかね、オリンピックがあったのは、11年前ですね。僕は30歳の時ですね。僕が初めてお給料をもらったのは27歳の時からだったので、ようやく生活がこう良くなってきたぐらいの時に、まあオリンピックが来て選手としても独り立ちできる準備ができて、そんな中で先ほどのあの映像にあった日本チャンピオンになり、イタリアの
チームと契約することになります。イタリアのチームに契約して、1年目の時に東北の震災が起きました。世界中が日本に注目をして、僕も初め全くニュースを見ていなかったので分からなかったんですけれども、多くの方が亡くなり、僕は全くそのに、日本の、まあ、東北もそうですし東京の、状態も知らないままイタリアにいて、なんか彼らのために何ができないかなと、ミラノサンレモというミラノからちょうどフランスの国境、まあ、地中海のあたりですね、世界で一番長いといわれる298キロというレースがワールドカップがあるんですけども、そのレースで、東北の震災に対して寄付をする復興的な、支援的な、イベントを開催して、選手が、日の丸に書いたサイン、選手のジャージっていうのを、オークションに出して、まあ、そのお金を寄付するというところで、僕の一つの大きな目標であったミラノサンレモというね、このレースに出場することができました。本当に僕は直前までメンバーから外れていたんですけれども、なんか東北の震災のために何かしたいっていう気持ちをチームに伝えたところ、このうちのチームはほとんどイタリア人で、イタリア人は全員こう走りたいと思っている。例えば大学で行ったら箱根駅伝みたいなもんですよね。まあその一つのなんかメンバーの枠を僕に走らせてくれて、そういったことは、プロになってようやくこう人々に還元できるようになって、日本に対して自分の自転車に乗っているということが人のためにやっとなり始めたな、自分の仕事に対して誇りを持てるようになりました。その後、ベルギーのレースで、初勝利を飾りまして、サクソバンクという世界のトップ18チームに入るチームの契約をしました。そこにはツール・ド・フランスで自分が夢見たあのツール・ド・フランスで総合優勝を果たしている、アルベルト・コンタドールという選手、スペインの選手がいたんですけれども、なんかようやく自分の夢を一つ、まだあの表彰台には立っていないけれども表彰台に立つためのスタートラインにつけた、そしてちょっとだけ自分の夢を手に入れることができた。ものすごく嬉しかったです。母親もものすごく喜んでくれた。自分の姿を、走っている姿をそんなに多く見ることはできなかったけれども2008年のオリンピック、そして先ほどの2010年の、日本選手権優勝した時も見に来てくれて、そして僕はそれをステップに世界のトップチームと契約することができて母親から経済的な支援をしてもらっていた26歳までものすごい長い時間僕を信じてくれて後押ししてくれて、何も得ないかもしれないと思いながらも
続けてくれたことが、僕はこの世界トップチームと本当に運が 80% ぐらいあるかもしれないですけど、契約できるところまで支えてくれたんだな。そして僕はあの手術の前、もしかしたら僕が自分の殻を破らなきゃいけない日はいつか来たかもしれないけれども、破れなかった可能性が自分にあるなってその時思いました。なぜならば多くの困難を乗り越える力っていうのはどんな苦しみも受け入れられる自分の気持ちとつながるところがあると思ったからです。その苦しいっていうのは何かというと自己否定です。自分が正しいと思うこと、自分が信じていることが結果につながらなかったときに、自分で自分を否定すること、すごく苦しいことを自分が受け入れられる気持ちに慣れていたっていうのは、僕は家族として退職という大きな壁を乗り越えた経験がすごく生きていたと感じています。そして、僕は、4年5年前に、選手を辞めました。選手を辞めて残ったものこんなことでした。僕は料理が好きでした。イタリア料理をすごく頑張って学びました。栄養を考えて勉強もしました。それがきっかけで本を出しました。料理の本です。話すことが好きでした。レースレポートを書いているとレースがすごく分かりやすいと言われました。日本で自転車のレースがね、J スポーツさんですとか、ダゾーンですとか、やってますけれども、解説を今しています。僕はたまたまあまり周りの方が経験するようなことではないこと、まあ、移植というものを、乗り越えてオリンピックに出たり、そういったところからこういった講演を、いただいたり、して、講演などもしています。そして、今は次の夢、後進の育成に対して、トライし始めています。僕は選手の時にセカンドキャリアに対して何も準備をしてきませんでした。自分の中にその、準備をするほど余裕がなかったと言えばそれまでです。そして、どちらかというと絶対にセカンドキャリアに対する準備をした方がいいと今は思います。ただがむしゃらに突き進んでいる中で、自分がこういうことって必要だな、こういうことを学びたいな、こういうことやってみようって思えたことっていうのは今でもやってます。例えば僕はイタリアに住んでる時にコーヒーが好きでした。バーでコーヒーを飲むのは大好きでした。
カプチーノ飲むのも好きでした。日本でコーヒー屋をやってみようと思って一日だけコーヒー屋をやったことがあります。それは車で荷台で持ってって、まあ、外でね、露店販売的なものをたまたま友達が持っていたのでちょっとやらせてって言って、僕は自転車レース会場に持って行って選手たちにコーヒーを入れてあげるということをやってみました。いやーコーヒー屋さんって儲かんないなって思いました。でもそういった自分の経験を次に自分が面白いなって思うことを自分の次の人生に何か生かしていくこと、そして未だに僕は自分が興味があることを端からやってて見てます。これからたくさんの若い子たちが、皆さんのお子さんたち、僕たちのような時代とは全く違う時代を生きていくと思うんですけれども、僕は最初にお話をした苦手なことよりも得意なことを伸ばす、自分が得意な他のこと何か比べた時に、あ、なんかちょっと自分の方が多くの人よりも秀てるなって思うことが一つでもあれば、そこを伸ばす努力をしてほしいなって思います。そして僕はたまたま母親が自分に対して与えてくれた無償の愛をたまたま生かすことができて自分の人生を歩んでます。本当になんか偉そうなことは言えませんけれども、僕みたいななんか小学校の時にね、先生に怒られまくって中学校でも全然勉強ができなくて、高校に行っても自転車しか乗ってなかった僕でも、なんかいつか人のためになることとか人のためになる仕事につながっていけるって思ったら、いろんなことにトライしてほしいですし、またそれを支えてくださる皆さん、親御さんに対してできれば花が開くまでこう応援してほしいなって思います。今日はちょっと途中感情的になる部分もありましたけれども、皆さんお聞きくださいましてありがとうございました。これで終わりにしたいと思います。